トマス主義はトマス・アクイナスの思想内し教説を報じる学派を言う。トミズムとも。トマスの直接の弟子にはトマスの思想を真に理解する継承者はおらず、死後わずか3年の1277年にトマスの思想の一部がカンタベリー大司教キルアービーによって公式に異端として非難されるようになった。1279年には フランシスコ会史のウィリアム・ドラマールによって批判されたが、ドミニコ会は、トマスの教説を修道会の公式教説として、擁護し、研究、普及に尽力するようになった。トマスに対する異端の権利が解かれたのは、死後50年後の劣勢を待たなければならなかった。その後、トマス派とヨハネス・ドゥンス・スコトゥスを報じるスコトゥス派は、対立して、長らく論争を繰り広げたが、 やがてオッカム派の有名論が台頭すると、スコーラ学は崩壊した。16世紀になると、スペインのサラマンカ大学を中心に、ドミニコ会士のフランシスコ・デビトリアラの研究をきっかけに復興の兆しを見せ、ドミンゴ・バニエスは、イエズス会のルイス・デモリナと神の恩寵と人間の自由意志をめぐる関係についての恩寵論争を行った。やがて、 イエズス会士のフランシスコ・スワレスの手によって大きな発展を見て、トマスの学説を中心に総合的に体系化し、進学、哲学、法学にわたって大きな影響を与えた。彼らはコーキスコラー学あるいはサラマン科学派と称された。1545年にトリエント公会議が開かれると、聖書と教力集とともに、トマスの進学大全がいつでも参照できるように、 開かれたまま祭壇上に置かれ、宗教改革に対する反対改革の流れの中で、トマスを再評価する動きが大きくなっていった。デカルト、ロックなどに代表される近代哲学が発展を見ると、トミズムはまたもや衰退し、18世紀には急激に衰えた。19世紀末になると、新トマス主義と呼ばれる復興運動が起こり、近代哲学の成果を取り込みつつも、 現代的問題の解決にあたるという研究が始まった。現代では科学や現象学などの成果を取り込んだ独自の発展を見ている研究も数多い。ありがとうございます。